こんなここんとに…まさか戸江さんが空海に怪しいお薬をそして意識が朦朧としている空海を部屋に連れ込みいけないことをしようとしているそのさなかということなのですかつまり空海はこれから大人の階段を駆け上がるのですえっちちうのですかく空がまた… して目を回したから近くのギルドハウスで休憩してるだけですかそそういえばうっすらとそんな記憶があるようなあれでも状況はさして変わらないのではだってこここのシチュエーションはお持ち帰り空かは今日夜のちょとなって羽ばたいてしまうのですねうん なんてなれないし動きづらいですその上この格好で接客のお手伝いなんてでもこの帯の締め付けは悪くないむしろいいちゅーはは今はお仕事に集中しなければ 接客をする空ーに対し無慈悲な命令を下すドエッサン嫌がる空ーですがしかし従業員という立場からお客様であるドエッサンには逆らえず本来メニューには存在しないことをさせられてしまうのですけひひ、はい、また妄想に没頭してしまっていましたすみませんドエッサンご注文ですか そ,それは空花のことを注文したいということですかそんな大胆な注文空花はどうすればちりえそうじゃなくて着物が似合うそ,それは空花に言っているのですかそんな着物が脱がせやすい衣服だということを人格破綻者のドエさんが知らないはずがない それを見いだお前はもっとと言いたいのですね <laughs> うクっ、く、く、がつまずいて土エさんが手を伸ばし帯をつかんであっクウカは,は知っていますこのパターンは。 お疲れいい夢見られた何よその微妙な顔はまあ気持ちは分からなくもないけど何回回ってんのよあの子大体あんたもあんたよなんで毎回帯だけ掴むのよまったく今度はちゃんと抱き止めてあげなさいよじゃまたねバイバイ かか眠ってましたかド S さんと2人きりの密室でぐっすりとそんなつまり空海が意識を失っていた間ド S さんは空海に何でもできたとう。 <laughs> これからまたさらに脱がされるのですか何度も外で回してきたんだから今度は二人きり誰にも邪魔されない個室でありのままの空間を見せてくれそう言ってドエスさんは空うの帯を <laughs>